昨日5月22日黒川博文氏は東京高等検察庁検事長を辞任しました。この緊急事態宣言発令中に新聞記者らと賭け麻雀をしたとのことです。これは検察の独立性から任命責任者稲田信夫検事総長の責任です。共に森雅子法務大臣の責任です。共に辞任を求めます。法を犯してまでも黒川博文氏の東京高等検察庁検事長の定年を推し進めたのは安倍晋三内閣総理大臣であった。このような時差し違えても検察庁この検察庁法違反の黒川検事長の定年延長を阻止するのが検察庁最高責任者検事総長の責任ではないのでしょうか。検察庁法改正案と国家公務員法改正案一本化された国家公務員法等の一部を改正する法律案が廃案となったとはいえ、黒川博文東京高等検察庁検事長2月8日63歳を2月7日定年退官予定、これを1月31日閣議決定によって8月7日まで定年延長しました。皆さん、この法律が廃案となったとはいえ、黒川博文高等検察庁検事長の閣議決定によるこの1月の閣議決定を遡って取り消さなければなりません。私たち国民の多くは、また国会議員も検察庁とは何かを十分理解していないのではないでしょうか。皆さん、検察庁は法務省内の組織です。がしかし検察庁は人間一人の個人を起訴するかしないかを判断する準司法機関なんです。ここにたとえ内閣総理大臣であっても介入してはなりません。